いけません、ローズハート君。それ以上魔法を使えば魔法石がブロッドに染まりきってしまう。僕こそが絶対リドル。僕の世界にいらない。僕の世界、僕こそが法律、僕こそが世界のルールだ。返事は、はい、リドル様以外許さない。僕に逆らう奴、みんな首をはねてやる。あんなんてことだ。私がついていながら生徒をオーバーブロッドさせてしまうなんて。オーバーブロッドって何なんだぞ。あいつめちゃくちゃ邪悪な感じに変わっちまった。オーバーブロッドは魔法師が一番避けねばならない状態です。彼は今負のエネルギーにとらわれて感情と魔力のコントロールを失っている。なんかよくわかんねえんだぞ。僕もだ。ああもう、平たく言うと闇落ちバーサーカー状態ってこと。このまま魔力を放出し続ければリドル自身の命も危ない。命？とにかく生徒の命が最優先事項です。他の寮生は私が避難させましょう。ローズハート君の魔力が尽きる前に正気に戻さねば。命を失うことも最悪ですが、さらに最悪なのは、とにかく君たちは他の教員と寮長たちに応援を要請して。ザラー！くらえ！イデオ！オーガマ！ふめ！貴様ら、何のつもりだ？ちょ、お前ら何やってんの？あいつ、あのままじゃ大変なことになっちまうんだぞ。さすがにそこまで行くと寝覚めが悪い。それにまだ僕が間違ってました、ごめんなさいって言わせてねえし。俺たち、分かった。少しの時間なら俺がリドルの魔法を上書きできる。その間に頼む、学園長、寮生たちの避難を頼みます。君たち待ちなさい。聞け。そうだよ、トレイ君まで何言ってんの。リドル君に勝てるわけないじゃん。勝てる奴にしか挑まないなんてダサすぎんでしょ。そんなの全然クールじゃないんだぞ。正気に戻すのに手っ取り早い方法はこれしか思いつかないな。ああ、あいつを失うわけにもいかない。あっそ、わかりましたよ。こういうの柄じゃないんですけどね、ほんと。ああもう、生徒を避難させたら私もすぐに戻りますから、それまで耐えてください。どいつもこいつもいい度胸が終わりだ。このままじゃリドルの体が危ない。手遅れになる前に止めないと。みんな首をはね！いい度胸が終わりだね。
やってやろうじゃん。邪魔な敵はお前だ。消えた。笑わせんなっての。静かにしろ。いいだろ。構わない。優しくな。黙れ。甘いよ。静かにしろ。さあどうだ。いいと思う。分かった。じっとしとろよ。ほっ。本気でいい。誰でもいいから首をはねろ。いいだろ。どうする。黙れ。おやおや。僕に敬礼しろ。しょうがねえな。そうだな。感謝しなよ。面白い。静かにしろ。世界のルールはこの僕だ。